新井博文さんっていう俳優がいるじゃないですか。で、あの人がね、なんか、ちょっと事件を起こしちゃってね、逮捕されたそうなんですけど、それでね、その人が今まで出ていた、映画とかドラマとか、そういうのがなんか全部ね、なんか封印されるんじゃないか、みたいなね、話があって、なんか現になんか、例えば NHK オンデマンドとかでも公開取りやめだとか、なんか放送中止だとか、そういうことになってるらしいんだけどもね。俺ね、毎回、なんかこういうさ、事件とかがあってさ、で、なんかその出てた人が、なんか犯罪起こしてたから、それ封印になっちゃうとか、放送中止になっちゃうってために思うんだけどね。別に考えた方がいいと思うんだよね、やっぱ。うん、その作品にさ、罪はないわけで、その人が悪いことしたとしても、ね、罪を憎んで人を憎まずみたいな言葉があるんだけども、もうなんか、それはまた別じゃん。なんか、別に考えられないのかなって思って、もちろんね、やった犯罪はね、なんかちょっと強制わいせつみたいな感じで、ちょっとそれはね、まあちょっと内容が内容なんであれなんだけども、ちょっとそれはね、別々に考えられないのかな。なんか、全部同じ次元に考えることがね、多い気がして、ちょっと話ずれるかもしれないけどさ、スポーツと政治は別だって言うじゃん。ね、なんか政治でさ、いろいろ問題があっても、それとスポーツはまた別の問題だって、切り離して考えるじゃん。なんか、そういうことできないのかなって思ってて。もう一度さ、作品としてさ、もう、その人の手から放たれて出ちゃったものは、もうその人のものではないから、もうそれはもうそれを楽しんでる、見ている、他のね、みんなのね、消費者側のものだから、もうその時点で。だからもう関係ないんじゃないのかなって思いました。はい。なんか、昔ね、僕がね、好きなバンドでね、ヒステリックブルーっていうバンドがあるんだけどもね、それも、ね、ギターの人がね、強制わいせつみたいなね、ことやっちゃって、懲役十何年とかって入っちゃって、それっきりね、全然もう表には、もう、とてもじゃないけど出せないんだけども、それでも、ね、なんか、ツタヤとか行ったらさ、まあ、レンタルされてるしさ、まあ、それとこれとは別っていう風にね、まあ、もちろん被害者感情とか、まあ、いろいろ難しい問題になることはわかるんだけども、ね、例えば、どうしてもダメならさ、なんか、その人だけモザイクをかけるとかさ、なんかできないのかな、モザイクかけるの、なんかそれだとね、なんか手間がかかるとかいう意見あるかもしれないけどね、モザイク入れるぐらいね、なんでも、ね、そこら辺のしょぼい YouTuber でもできるんだから、でもこの編集スキル皆無の動画をね、このもう撮ったらすぐ出すような、もう何にも手間がかからない、何にも苦労がかからない動画を、毎日量産しているこの K チャンネルでさえ、ね、モザイクをかけることぐらいできるんですよ。だからね、もうそうすればいいのになって、もうそれでね、全部、封印とか破棄ってされちゃうのはね、さすがにもったいないしね、なんか、ちょっとやだ、誰が得するんだろうってこれ思ってて、それ自粛することによって罪が軽くなるんですか？別に軽くならないでしょうっていう。みんなが損をする。まあ一番いけないのはそれやっちゃった本人なんだけど、ちょっとそれ勘弁してほしいな。だって名作いっぱいあるでしょ？なんか下町ロケットとか、さ、なんか魔女の宅急便とかなんかいっぱい、あると思うんだけどもね、さすがにそれがね、全部なかったことにされちゃうみたいなのは、すごいもったいないなって思います。今ちょっとやってる、今制作途中とかだったら、まあ代役を立てるとかしてね、なんかちょっと他の人があまりにもかわいそうな、他のね、監督さんとか他の役者さんとかがあまりにもかわいそうだと思うのでね、なんか別のものとしてね、考えてほしい。なんか犯罪者、は悪いけど、その犯罪者の子供には罪がないとか、よく言うじゃないですか。なんか、昔ね、なんか、オウム真理教の麻原彰晃さん、さん付けしていいのか、オウム真理教の麻原彰晃元死刑囚の子供がさ、なんか大学に、なんか入学拒否されたみたいなことがすごい問題になったと思うんだけど、それはね、まあ、結局通えたんですよね、確か。うん、だから子供に罪はないからね、作品もその人の子供みたいなもんだから、それには罪はないんだから、って思いました。はい、自分の立場で考えたらね、もうたまったもんじゃないからね、この YouTube のチャンネルさ、よくまあ、これ僕のチャンネルなんだけど、僕の個人チャンネルなんだけど、まあね、友達とかさ、まあ、しょっちゅう出てると思うんだけど、そのうちの友達の一人がね、なんかやらかしちゃいましたとかなってからってね、このチャンネルはもうバンですとかだったらね、もうふざけんなって思うから、まあそれやったら、そんなやつを出した、お前に責任なんじゃねえかっていう感じになるかもしれないけど、まあ、そういうことです。まあ、これが僕の個人的な意見です。ということで、ね、皆さんどう思いますか？この作品はね、公開していいかどうか、公開封印するのが妥当なのかどうかとか、皆さんは
どう思いますか。まあ、やった内容は内容なんでね。これがさ、ちょっと窃盗とかさ、窃盗だとかなんか脱税とかだったらまだちょっと笑える、笑えないけど、とかもしんないけど、でも、ちょっとね、性犯罪はねっていうのはあるかもしれないですけど、うん、まあまあ僕は実際なんかの事件の被害者になったことはないんで、あんまり被害者感情とかわからないから、あんまりそこら辺については言えないんですけど、なんかちょっと思うところある人いたらね、ぜひ教えてくださいということで、はい。